レッツペッコトレ。前回に引き続き株式会社三田商店所属の宮本慎也選手にご協力いただきました。レッツペッコトレ。壁の横に立ち、肩より少し低い位置に手をつきます。片足で立ち、スクワットをします。内側と外側で足への負荷が異なりますので、反対向きでも実施することをお勧めします。上半身を前に倒しすぎないようにしましょう。順調に競技人生を歩んできたように見える宮本選手ですが、2015年、膝の怪我により悔しい思いをしました。手術をし、競技復帰までに時間と努力が必要となりましたが、前を向いて取り組んできたそうです。今回は競技復帰に向けたトレーニングを紹介してくださいました。基本的なスクワットの姿勢作りとしてのトレーニングです。壁を前にして各関節をしっかり動かし、理想的なフォームを作っています。続いて膝周りの負担を軽減させるトレーニングです。膝を伸ばしきらずにしっかりかかとからつま先まで地面を押すことで膝周りの筋力アップにつながります。お疲れ様でした。さまざまご協力いただいた宮本選手ありがとうございました。今後の抱負も含めてメッセージをいただきました。大会やイベントが中止となって今は大変な状況が続いていると思うんですけど、こういう状況だからできることがあると思うので、ぜひそういうことに取り組んでいってほしいと思います。今年も国体で優勝したいと思います。はい、今回の運動は姿勢がとても大切です。体がどう動いているかよく意識し取り組むことで効果が高まります。宮本選手が見本として素晴らしい姿勢で取り組んでいますので参考にしましょう。膝の角度を調整し、少し浅めのスクワットでも十分負荷がかかります。自分の体と相談して取り組んでみてくださいね。